2024年5月22日21時6分、えー、昨日のことがありましたので、えー、先ほどご飯、炊飯器にスイッチを入れました。やっぱりこうなるんですよ。昨日の晩の食事の件に関して、その、えっ、ー、とね、昨日アップロードした内容で言うと、うーん、 これですね、このワードのものですね。ああこれ、延長戦に入る前に試合決着つけなきゃならない、9回までまあ、あの、だらだらだらだと、その、今度は、まあ、ちょっと待ってくださいね。 確認しますので、まあ、試合が、えー、これも証拠で、えーまあ、こういうふうな結果が出てます。で、やっぱりここはおかしいですよね。ソフトバンクさんと楽天の試合、昨日の試合もそうでしたけども。 で、まあ、あの、いろいろと、まあ、心当たりのあることで、えー、まあ、サッカー界のことに関して、えー、まあ、見る人が見たら、まあ、ややこしく感じるかもしれないと思ったので、以前のこの欄、あの、黒い文字のところ、こちらに一応、その、J1 と J2 のチーム、えー、複数のチームが合併する案、まあ、12球団っていうところの案を出してるんですね。まあ、少しあの、まあ これね、その各都道府県の人口、まあ基本的に3分の1か4分の1だと思っておいてもらったらいいんですけども、過疎化がまあ昔から言われてますけども、その都市部に人が集まりすぎてるんですよ。で、まあ、その、例えば高知県の人口、この人口もここから3分の1か4分の1だと思ってください。じゃあ、スタジアムそんなに何万人もっていうことを考えたときに、 あのー、だからその辺のところでね、あのー、じゃあ、読売ジャイアンツなど、リーグのしてきたことはどうだったのかっていうことを考えると、あの人口自体をみんな根本的に間違えてしまうんですよ。で、四国アイランドリーグとかを作ってしまった。で、いるのはニュースを見たときに、まあ、その人たちが、あのー、まあ、 どういうような回答になるだろうかっていうようなところまで考えられて、テレビのニュースが作られているような気がするんです。要するに建築業界とか稼ぎたかった。で、その元は、えー、スポーツ選手であったと。 だからこれが現実であって、まあだから、あんまりちょっと、まあ言い過ぎると、うん、まあ文句はきついみたいな形に聞こえるかもしれませんけども、<laughs> エネルギーの残存量問題からの話でいくと、やっぱりもうそういうふうな形にしなかったら無理だと思うんです。で、東京都だけ突出したこの人口、やたらと大雨が今まで降ってたでしょう。飲み水とかの確保とかでそうなってた可能性もある。 のはあるんですよ。で、ただしこの人口も3分の1ぐらいだと考えておいてください。地方からの出稼ぎの人たち、もともとずっとそこに定住する人たちではないと思ってください。で、あの、前輪の地図とかを、えー、見てもらって、東京都の各空のところ、えー、マンションとかでどれぐらい空きがあるのかっていうところ世帯数、世帯名の名前が入ってるか入ってないかでわかるんですけども、空いてるところは誰もいません。 これが G さんっす。だから、あのー、行政の発表している人口っていうものは、もともと根本的に大嘘であって、 もと 1>, 1億2000万人っていう話が、えー、第二次世界大戦前の、朝鮮人民共和国と台湾と中国の北部の満州国を合併していた時期の時のことで、ソフトバンクの孫正義さんの名前が中国系台湾を含むような形で、王貞治さんももとまあ台湾の方とのハーフだったんですけども、まあ併合していた時期があるから、まあそうなると思います。結構な人の数が。 でただもうあの去年、大谷翔平選手が小学校にグローブの寄付っていうものを行って結局、それが問題化されてますけどもあの2万個近くに、まあ、6, 万6万個のグローブを用意して2万個に、えー、送ったともともとあった6万,6万個のグローブが結局はあのー、少し余ったと思うんですよ。 で、小学校は2万校はなかった。っていうことだと思うんですよ。それだとだいたいなんとなく数字やってくるんですよ。中学校も、あのーまあ、1万校あるかどうかわからないで、まあ、高校に関しては、数年前に、あのー、各都道府県、各市とかに、えー、各まあ、市ですね、各市とか、軍とかに、 高校はいくつあるのかっていうのをあの計算していた時期があって定時制の高校と合わせて、まあ、普通科の高校だと4,800校ぐらいしかないんですよ。4,900なかったんですよ。でそれプラス定時制の高校で両方合わせて5,500ぐらいかなと。まあそれぐらいの数なんですよ。 でまあ、これサッカーの方の,、えーまああの改革案の方なんですけどもこれはもう世の中の現実であって、えーまあ、近隣の老人ホームでも聞いてもらったんですけどもあの桃源郷という老人ホームで2ヶ月ほど働いた時に近隣の老人ホームで100歳まで生きてた老人の方見たことないっていう回答で、えー、ほぼまずいない100歳以上の人が。 これはこの世の中の現実なんですよ。じゃあ、人口4000万人ぐらいだと考えて、えー、高校生がね、1年生から3年生までいらっしゃるわけで、まあ、4000万人だと、その1歳の層が、その40万人ぐらいで分かりやすいじゃないですか、単純に割ると。まあ、だけども、その100歳まで生きてる人はまずいないから、その分、ある程度の年齢層の方に人口は4000万人いるとしたら、いるはずになってくるんですけども、まあ、少子化もあると。 まあとりあえずまあ本当はまあ100万人いるかなどうかなの話なんですけどもまあ120万人ぐらいで計算したときにまあ高校の出場をこう春の選抜のエントリーした高校は約3800校あったかどうかそれぐらいの数なんですよだからまあ田舎の方だとそのまあ高校って だけども、うちには野球部がありませんだとか、その人数が足りてませんとか、そういう話聞いたことあると思うんですよ、皆さん。ですよね。だから、まあそういうふうなことを考えて、えー、試合日程とか組まなかったら、これもうどこも同じですよ。北海道も5035点、まあまあ、 2万人という形ですけども3分の1か分4分の1だと思いますもうどこもそうですうん東京都も多分そうだと思いますよじゃああのまあ複数本拠制度で結局南から北に向かっての巡業っていう形で物事を考えてでまあ仮に1週間に試合が4試合あったとしてもいいと思うんですよ その、ただし12球団2リーグにしてくださいと。そうすることによって、J1 と J2 の開催してる試合数よりも、試合数を抑え込むことができるんですよ。で、南から北に向かって順番に巡業することによって、お客さんの方が寒くない。選手の方も。だから、九州と四国を両方合わせると、ちょうど1二あるんですよ。 だから四国と九州はまず、十にあるので、その十に九段に、こう、うまくこう振り分けている形にしてるんですね。ちょっと全体は見えなくなってますけども。だから、そうすることによって、南から北に向かっての巡業っていうのがしやすくなる。で、えー、まあ、日本海側とか北陸、まあ、北信越だとか、東北、北海道の方が寒いから、そのあたりがだいたい 7月、8月、9月に試合を行うと。ナイターで。な、もう、あのー、エアコンなんか絶対使っちゃダメですよ。どうも。そういうふうな形で、あのー、だから、うん四4月の、まあ、うん下旬。4月の下旬。まあ、だからまあ、ゴールデンウィークぐらいの時期ぐらいには、 あの、ま、中国地方や近畿、関東で試合を行うと。5月、6月、もしかしたらまあ4月下旬あたりもそうなってくるかもしれないというような考え方なんですね。で、9月の半ばぐらいからま、また、関東、 えー、中部地方、ちょまあ、先ほどちょっと中部地方の名前が抜けてましたけども、まあ、関東と関西とその間の中部地方が、だから 4, 4月下旬から5月、6月で、えー、9月中旬ぐらいから関東、えー、中部地方、えー、近畿と、まあ、まただんだん南の方に下っていくと。日まあ プロ野球業界も同じような形にしたいんですよでその代わりあのー、まあ12球団ですけども、えー、海外行ってる人たちもメジャーリーガーの人たち全員帰ってきてくださいよと国際線がありますからと、まあ、そういうような話でもうエネルギーの残存量問題を考えると絶対そうなんですよでまあサッカーのクラブチームのその あの複数のチームが出場してましたけどもアジアカップとかもう1位のチームだけにした方がよくありませんかとまあ,あもうそうですねそのだからまあ2リーグ制でだからペナントレースが終わった後の日本シリーズがあるようにまあクライマックスシリーズを導入するかどうかは別話として置いといてそれで考えると まあ日本一になったところだけが出場する。だから他国も同じような形で、えー、1位になったチームだけっていう形にしなかったら、だってね、あのラグビーの世界戦も変だったでしょ。イギリスから何チームも出てきて。んその国家代表戦なのか、地域代表戦なのか、全然分かんなくなるじゃないですか。 だから、うん、その辺のところも、風、う、邪、ん、減らしてい,いけば、あのー、それだけ、えー、もう人口は少子化に向かってるから、あのー、いろんなスポーツ業界が縮小してもらわなかったら、もうどうしようもないんですよ、結局のところ。で、これは縮小しながら、まだなんとか、えー、エネルギーの残像量問題に対応しながら、選手の移動、その、ずっと日本列島をね、極端な話、九州と北海道をずっと往復なんかされてたら、たまったもんじゃないでしょ。 日本ハムさんとソフトバンクさん。遠い遠い距離が。だから普通に考えたら分かることはまあ分かんなくなってしまったりしてしまってるんで、まあこういうふうなものを作ってるんですよ。だから まあこの中で若干ね、プロ野球業界もちょっといろいろあって、この形にしたときに、結局、もう皆さん、試合の勝ち負けとかで、どこは負けて、どこは勝ってるかとかこう見たときにいろいろあるじゃないですか、だから例えば、これね、僕もすごくな悩んだんですよ、あの人口規模とかも、例えば東京はやっぱりまあ3分の1で計算したとしても、 全部が3分の1とか4分の1で物事を見ますからやっぱり人口はいることはいるんですよ。もともとの1千何百万人っていう数がものすごく大き,大きすぎたんですよ。本当に。100万人でもすごい数じゃないですか。だからあのー、まあ本拠地がね例えばまあ大阪府とか神奈川県とかあのー まあ人口は神奈川県の方が今、大阪府より多いんですかね。まあ、ちょっと待ってくださいね。さっきの表で。まあ、一応、その、う八百883万人で、まあ、愛知は750万人で、うん神奈川県の方はやっぱり多いですよね。で、埼玉県。 だから、まあまあ、あのー、神奈川県が、まあ、三つの県、まあ東京もそうなんですけども、まあそういうような形で、こう、だいぶ、ある程度の数で、あと、あの、もちろん、 東北とかね、その北信越の地域が各都道府県に一つはあじゃあ、えー、各、えー、12球団のうちに一つは入ってるように、あのー、考えて、こういう風な構成になってるんです。だ東京と九州の、えー、宮崎、これあの、一応ね、読売ジャイアンツさんの方が、宮崎県にキャンプとかで、その宿泊所があるとか、そういう話を聞いたことがあるんですよ。 だから、そういうふうなことも考えて、まあ、複数本拠地制度で、まあ、宮崎県に、えっと、J リーグのチームが今あったのかなあ,ありますね。J3 のチームが一つあるから、まあ、そこから、あの、プロテストを受けるような形で、その、だから、この、東京 FC っていうチームと FC 町田ゼルビアと っていうところが同じなのか違う,なの違うチームなのか、もうよく分かんないんですよ。もう地元の人じゃなかったら。こんなにたくさん J1 から J3 までたくさんいろいろ作られると。でね、だからまあ,あの、ちょっとね、この表記も、ん、どうしたらいいかなっていうところなんですけどだからもう J1 一つで、その入れ替えっていうのをもうなくしてほしい。本当にややこしいですから、で各複数の、あのこれで、各都道府県に漏れがないんですよ。 そうしたらどうなるかって言ったら、その高校を卒業して、自分の地元のそのチームに、えー、加入すると。こういう風なね。まあ、あの、この都道府県に関して、ちょっとだけ変わる可能性はあるかもしれません。例えば、兵庫県と、えー、高知、これは、 阪神タイガースで、えー、兵庫県で、高知に阪神タイガースのキャンプ地があるんですよ。だからまあ、やっぱりこういうふうな形で、あとはどっか、どっか、まあ、手頃なところで、えー、まあ、東北の方で、まあ、岩手県だとか、うん、まあ、淡井さん、片石とか、まあ、まあ、そういうふうな話とかも頭の中よぎったりとかもするんですけども、あとまあ、あのー、京都府っていうことにしたんですけども、 うんまあ、ここの京都府のところ、その任天堂さんの本社とかあるから、まあ、そういうふうな考え方にあのちょっとどうしようもなったりとかもしたんですけども、人口の,その割合、いろいろとこう考えたときに、そこは変えるかもしれませんし、そのままにするかもしれません。これね 甲子園とかで考えると京都から新快速乗ったら三重西宮市まで1時間あったらもう12分に到着するんですよだから確かそれぐらいだったと思いますよとあの京都駅から、まあ、だからまあそれぐらいの距離だったらいいんじゃないかなとかも思いますし ただ、エネルギーの残存量問題を考えたときに、各都道府県に来たときに、自分の住んでる都道府県に来たときに、見に行ってくださいよっていうことを考えたら、京都府じゃなくて別のところにしなきゃなんないんじゃないのかなとか思ったりするんですよ。だから、うそうなってくると、その、えっと、岡山。 だから、岡山と広島県だったら隣合わせだから、その広島県で試合してる時も、岡山県で試合してる時も、まあ、お客様によってその距離、県境に住んでる人とかは、全然距離が、いや、そんなに距離遠くないよっていう人もいるかもしれませんし、まあ、この辺のところ変えた方がいいかなと、岡山県は、その阪神タイガースの2003年、 優勝した時の,あの星野監督星野さんの出身地が岡山県だから京都府と岡山県を入れ替えた方がいいかなと。そうすると 人口の割合でも見たとしても、まあ、京都もそこ、京都府もそこそこ人口いる方だし、まあ、ちょっと調整効くかなと。だからまあ、大体のところで、まあ、こういうふうな形なんだなっていうことを、まあ、両リーグの、えー、人たちでご理解していただけたらいいんじゃないかなと思います。 もうちょっとこれは考案するかもしれませんけども、大体こういうふうな形だと思ってください。だから J1 と J2 のチームとかの入れ替えがあるから、もうややこしすぎるんですよ。もう一回これ記載したのに、もう一回またチーム名を変えなきゃならないのかとか。まあ、とにもかかわ大体もう見たらわかると思うんですよ。とにかくまあ東京とか神奈川県のチームをも,もう全部合併してくださいよっていうような話であると。まあそういう風うなところで、あのー、だから、 う試合数1週間に4試合することによって、だから選手、まあだから、まあ、解雇の数を少なくしたりだとか、まあそういうふうなことを考慮して考えての結論なんですよ。ちょっともう、残りバッテリーの残存量が少なくなってきたんで、もうこれぐらいにしておきますけども、一旦今日のそのプロ野球の結果とか、えー、まあ、ちょっと確認しますね。えー ちょっと待ってくださいね。これもう一回アクセスし直さなかったらさっきの画面のままになるんで、中日ドラゴンさん、ちゃんと買ってくれてますね。うんで、これ、日本ハムとオリックスさんの4対4の同点っていうこの絵、この状況。まあ、だから、今のペナントレースの状況を考えたら、どこの球団が優勝しなきゃいけないのかっていうことを言いましたので、いや、これはもう、正々堂々と、あのー、公表しなかったら、逆に隠蔽になりますから、正々堂々と言っておかなければならない。 ここういういとなんですよ世界のルールは法律ですから水面下でコソ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 していたっていうことになったら困るでしょだから、まあ、日本ハムさんもソフトバンクさんも西武、えーまあ、ライオンズさんも、えー、たくさん優勝があった方なんですよで。楽天さんが一番少ないんですよ、優勝回数がリーグ優勝の数。 回数と日本一の回数それは東北に移動したっていうのはありますよ。けども、球団創立してかなりの期間が経つわけじゃないですか。その辺のところも、あの、ま、僕のホームページに記載してるんですけど、ちょっとその辺のところだけ見てみましょうか。ま、スポーツ関係は100番台にあります。ええと、えっと、1 0 2ですね。 日本プロ野球界の今までの順位っていう形のところですね。一応、これも、あのー、書き直したんですけども、これがね、あのー、セントラルリーグとパシフィックリーグの、あのー、現実なんですよ。かわいそうでしょこれ、東日本大震災理由で優勝なんとかできてるんですよ。頭の中とか渡したりとか。 そんなことねこれだけみんなあの税金とか会社のお金使ってスタジアムを作ってちゃったんだからもうどこもみんなあの優勝回数とか日本一の回数とかそのリーグ優勝の数とかあとまあクライマックスシリーズの優勝の数とかあと最下位の数とかもうそれの話導入してくれなかったらこれもうどうにもなんないんですよ将来の経営のことも考えて結局スタジアムの建設でお金がかかっててエネルギーがたくさん使用されてるから もうこれ以上スタジアムを作ることを考えなかったらいいんですよ。だから、あの、先ほどの,のような形の、あの、各都道府県の割り当てで、南から北に向かっての巡業なんですよ。ものすごくよくできてるでしょもうどれだけ悩んだかは、あの、まあ、さっきのサッカーの、あの、ライン見てもらったらわかります。100番台ですから簡単に見つけれると思いますよ。 117です。サッカーチーム各都道府県の改革案と、まあ、後で、えー、付け加えておきます。以上です。